ここへ何しに来たの？さて、どうするか。話せばこの二人のことだ。雲との助念士の引き渡しを全力で阻止しにかかるだろうな。それはそれで面白いんだけど、これ以上クロロとの戦いを延ばされるのも勘弁だな。クロロを探してるんだ。クロロがクラピカにかけられた念、実は外す方法があるんだ。助念。なんだ、知ってたのなら話が早い。それをクロロに教えたくて探してるんだけど、手がかりがなくてね。そんな時、クモの何人かがこのゲームに興味を持ってたことを思い出した。彼らならクロロの行き先に何か心当たりがあるんじゃないかと思ってさ。この名前ならあっちからのアプローチも期待できるしね。そっか、あいつはもともと旅団のふりをしてただけなんだ。うん。さて、今度はこっちが聞く番。まさかその質問をするためだけにここへ来たわけじゃないだろう。うん、そうだよ。実は私たちできるだけ強い人を探してるんです。仲間になっていただけませんか？ん？いいけど、強い人を探してる理由は？ちょっと待てよ、俺は反対だな。危険だぜ。そうだよ、ビスケはあいつを知らねえから。あら、そんなことありませんわ。あの方には何か近しいものを感じますもの。この先にある恋愛都市アイアイに行くといいんじゃない？いろんな出会いが楽しめるから、強い人も見つかるかもしれないよ。